今、秘密保全法というか、いろんな言われ方してますが、まあ、これが国会なんかで審議されているわけですが、非常に奇妙な感じがいたします。というのはですね、まあ、ここに310万人の英霊に背かないようにと書きましたけれども、先の大戦で日本人の同胞310万人が、まあ、尊い命を犠牲にしました。あるいは軍人であったり、軍属であったり、もしくは普通の人でもですね、やっぱり戦争に協力してたわけですから、すべて日本のためにやってた人たちが亡くなったわけですから、尊い命ですよね。まあ、それは私たちにとって耐え難いものであります。まあ、その方々の魂、それから人生を途中で終わった無念の気持ちというものを非常に厳しく考えなきゃいけない。まあ、これが平和を愛する日本人の心なわけですね。もちろん、直接的な原因はアメリカによる石油の禁輸措置でありまして、まあ、今でいう経済制裁ですが、まあ、もちろん悪い人は誰かって言ったらアメリカなんだけど、しかしやはり日本がそこで戦争に踏み込んだということが、まあ、310万人の方々をの命を奪ってしまったわけですね。その時に少しでも日本の中の情報が自由であった場合は、国民の知恵が総合して、防ぐ方が見出せたかもしれないと、まあ、悔やまれるわけですね。あの当時はやっぱり、まあ、いろんな情報が制限されておりました。まあ、日本にはですね、第一という考え方があります。これは山形番頭という江戸時代の人が唱えてたわけですが、まあ、優れた少数の人が考えるより、多くの人の知恵の方が勝るということですね。私も本当にそう思います。優れたと言いますけどね、優れてる一つの大体指導者だったりして、やっぱり私利私欲にまみれるんですよね。まあ、明治天皇が言われたように、万機公論に決すべしと言うけども、そうならないんですね。で、まあ、全体的に見れば、まあ、共産主義の崩壊もそうですし、日本が負けたこともそうですが、お上の方が国民より優れた判断をするという過程は間違っているんですよね。今でも、まあ、民主党政権なんかもありましたけども、お上の方が国民より優れてるかっていうと、もう到底考えられないようなことをお上がやったりするんですね。で、これはですね、個別の人の学力だとか判断力がお上の方が上であってもですね、人間は欲望を抑制できない動物であるということなんですね。したがって自らの欲望を正当化するためにその優れた頭脳を使うという、まあ、そういう動物であります。まあ、特に東京大学卒業っていうのはほとんどそうなんですね。っていうのはもともと東京大学に入るっていうのは他人を蹴落として入ってるんですよ。だからもともと蹴落とそうっていう気持ちの強い人なんですね。あとは東大に入りますとですね、まあいいところに就職したりなんかしまして、あとはまあその頭脳を生かして、まあ悪いことでもいいように言うという、そういうふうに使う、まあこれは人間のエゴイズムっていうのがありますからね。まあ、この前高野山に行きました時、あるお坊さんが、人間のエゴイズムを認めた上で、まあ、我々は善良な振る舞いをしなきゃいけないというふうに、まあ、非常に奥深いことを言われましたが、まさにその通りであります。だから共産主義が理想的な社会であるにだけどもですね、個別の人間に欲望がなくて欲望を正当化する頭脳がないとなればですね、共産主義が理想的でありますが、そうではないわけです。だから現在ですね、秘密保全法についての議論を私が聞いていますと、まるで共産主義が良いと言っているようですね。つまり、正しいから正しいんだとこう言ってるわけですね。いや、正しいことは正しいかもしれませんねと。国の情報、機密情報は、まあ、ある程度隠しとかなきゃいけないかもしれませんねと。だけどそれは、ただそこに人間がいないっていうことじゃないでしょうかと、こういうことなんですね。情報を国民がすれば知ればろくなことはないということを言ってるわけですが、まあ私の感じではむしろ情報を隠せばろくなことはないというのが歴史の示すところであります。特定の国家機密ですらオープンにした方が私はいいと思うんですよね。だけども特定の国家機密だけを秘密にしたいという人が自民党に多いとしたらですよ、今この提案している、もっと誠実な態度で国民が一般的行為をしても絶対にこの法律には触れないと明確に述べて、まあこれ述べただけじゃいつでも覆されますから、法令に記載して罰則を設けるべきですね。実施側ですよ。秘密保全法を違反した方が罰せられるんじゃなくて、秘密保全法を拡大解釈した方が罰せられると、こうしとかなきゃいけませんね。これまでの最高裁の判決を見ましてもね、この日本には基本的に秘密というものはないと。それからあることが秘密である
ということを決めるのは上司ではないと。そうですね。そうすると上司が決めちゃったら、上司が全権持ちますからね。民主主義は国民が主人でありますから、だから軍事機密があるはずが本当はないんですね。日本は平和国家ですから。別に、特別ななんか個人に関する不利をもたらすようなもの、今度それが対象じゃないんですけどね。むしろ軍事的なことよりも積極的に情報を公開してですね、韓国、北朝鮮、中国、ロシアなんかの隣近所とフランクな関係を作るということで、まあ、尖閣諸島とか竹島とか千島列島みたいに揉めてるものについてもですね、むしろ誠意を持って日本国の基本方針をはっきりと言って、その上で隣国と継続的に会話を続けるという方がですね、いいと思いますね。まあ、北朝鮮との関係も悪いですけど、私北朝鮮の人はね、あまり日本をこう憎んでるってことないと思うんですね。まあ、いろいろ不幸な歴史はありましたけども、まあ、そういうのを改善するっていう方がですね、機密を守るよりはるかに優れてると思います。私はですね、今の政権は、まあ、安倍首相をはじめですね、やはり太平洋戦争における、まあ、第二次世界大戦におけるですね、犠牲者について重く考えてるんじゃないかと思うんですね。ですから靖国神社に参拝するということが起こるわけですね。その一番大切なのは、なぜ我々が、戦争をして、まあ、戦争したのが悪くなかったかもしれませんが、戦争して多くの同胞を失ったのか、その一つの原因が、まあ、やっぱり、言論が自由ではなかったということですね。ですから国民の中で自由に議論するということが大切だ。その点ではですね、私はむしろ秘密保全法を作るではなくて、時代の流れはですね、ダダ漏れ法を作るべきだと思うんですね。ダダ漏れ法というのはですね、霞が関の主要官庁の、局長クラス以上の部屋には必ずカメラがついてて、会議室とかですね、重要会議の会議室とか、でそれはもう常に国民に24時間提供されている。だから誰が会議室に入ったり、誰が局長室に入ったりするのかも分かるし、そこで何が話されているのかも分かる。そういうですね、すべてオープンの状況、これはね、大学もそうなんですよ。教授会とかね、それから学長室なんか全部オープンの方がいいんですよ。別にそのオープンの範囲で話すことだけ話せばいいんですからね。別段構わないんですね。それから例えば、特定の学生を例えば退学させるかどうかの議論なんかはですね、別に紙を配って、教授会出席者は紙は見えると。ただそこで話していることは、当該学生を A 君を除籍すべきかどうかという議論をすればいいんで、その議論はですね、個人には及びませんからね、個人的なことには及びません。だからまあ若干そのぐらいの配慮は必要かもしれませんが、やはりダダ漏れ法を作ってですね、むしろダダ漏れしないのは罰則である。つまり秘密保全法じゃなくてダダ漏れ法の方を作るべき、そういう社会だと私は思います。